こんばんは。夫婦深夜トーク。こんばんは。セガー&ブレンです。で、今日はこんばんは第12夜です。まだ12かっていう人もいるかもしれないけど、でもさ、すごいよ。なんか考えると月で4回あるとしたら、まあ、3ヶ月分だけど、いつ始めたっけ、わかんない。でも結構最近始めた気がする、ね、最近ね、仕事が忙しくて、そう、なかなかね、本業の仕事が忙しくて YouTube にかける時間がちょっと少なくなってきてて、なんかね、2人のスケジュールが何回か言ってるけど、うまく合わないんだよね今、だから夜の、平日だと夜3、4時間ぐらいしかないんだよね、一緒にいる時間がね。だから YouTube に使うか、なんか、なんていうのかな、レジャーに使うかみたいな感じで、まあ、みんなね、コメントでなんかできる時に動画アップしてくださいとか、ね、なんかそれでもなんか好きです、見てますって言ってくれるから、本当にありがとうございます、ね、ね、まあ自分たちも頑張ってね、そう、時間がある時はしっかりと撮って、あの、編集してね、みんなに、あの、自分たちの日常を届けられたらいいなと思っているので、ちょっと気長に待ってみてください。はい、ね、いつかはね、また前みたいにやりたいんだけどね、今はちょっとそうだね、もうちょっとしたらかな、また時期がね、変わったらいろいろいっぱい動画更新できると思うので、その時までしばしお待ちを。はい、で、今日は何したっけ。今日は友達と一緒にすき焼きを食べました。そうなんだよ。どうだった。すき焼きめっちゃ美味しかったじゃん。よかった。最後ね、そう、全部、そう、全部この子がね、そう、全部だって材料の買い物からあの材料切ったり種作ったり全部一人でやったんだけど、写真撮るの忘れた。全然手をつけてない。そう、今回はブレンは何もタッチしなかった、そう、写真撮ればよかった ね、写真もうますぎて全部食べちゃったね、また今度二人でね、すき焼きパーティー。すき焼きね、大好きなんだよ。そう、すき焼き、ブレンはね、すき焼き、なんか牛肉そんなに食べないけどさ、すき焼き大好きだし、すき家でもなんかたまにあったじゃん、なんかそういうの食べたり、あとはなんかうどん屋さんで、あの、すき焼きうどんとかよく食べてたから、よかった。またやろうね、もう作れるから任せて、もう頭の中に入った。作ってください。はい、質問やっちゃいますか、そろそろ。いろいろまた来てるので。そうだね、集めたのが2週間前すいません、すいません、時間差で。じゃあ、小さな目標と大きな目標を教えてください。目標、うん、なんか今ある目標、OK、小さな目標、小さな目標の方が難しいかもそうだね、大きな目標からでいいかな、うん、大きな目標は、あの、来年はあの違う仕事を見つけてする、うん、で、なんか今の仕事が嫌とかじゃなくて、うん、あの、今の仕事の範囲内でなんか学習できる英語のレベルっていうのはある程度身についたと思うんだよね、うん、で、だから次のステップに行って、なんかまた違うジャンルの英語を学びたいなって思う、仕事をしながら、うん、そう、だからなんか違う仕事にチャレンジしてみたいなって思います。まあ、これまだね、今コロナウイルスの状況で、なんか仕事探すのが簡単じゃないから、そんな言えな、大きく言えないんだけど、まあまあ、一応目標としてあるって感じだね、そう、だって、まあ、それに関係あるけど、あとできるか分かんないけど、違う週にいつか、来年か分かんないけど、ちょっと引っ越して住んでみたいなと思ってるんだよね、そうね、楽しそう、できるか分かんないけど、まあね、アメリカに住んでるからね、あちこち行けたらいいよね、意外とでも難しいからね、うん、なんか仕事見つけて引っ越すのが、そう、結構難しい、大変、だから頑張る。小さな目標は小さな目標は、なんだろう、体調管理かな。目標っていうか、でもなんか最近あの、ビネガー、アップルサイダービネガーをお水とまず飲んだり、あとブレンのお母さんがくれた健康にいいグミとか食べたりしてる、ちょっと気を使ってる体に、ちょっとね、そうね、ピルクル飲んだり、あとじゃあ毎日
今やってる、もう目標だけどもやってるんだけど、うん、なんか毎日飲むヨーグルト飲んでる朝、うんうん、ね、そう、なんかその仕事の、あの先輩がお腹の腸を整えると肌も良くなるしなんか全てにいいよって言ったから腸活しなきゃと思って腸をきれいにしようと思って、うん、じゃあヨーグルトいいね、うん、いいって、うん、じゃあもし家を建てるならお風呂は日本式ユニットバス、もう 100% 日本式でしょ。そうだよ、絶対そうじゃん、絶対日本式しかないんじゃない。ユニットバスって今のやつじゃあ、でしょ、絶対やだ、やだ、てか追い炊きが欲しい、ね、そう、まず追い炊きで、うん、深い浴槽が欲しくて、あと体を洗うスペース、だって、うん、日本式のお風呂はね、うん、最高だよ、本当に、うん、本当に暖かくて、でなんかそのちゃんと分かれてて、うん、あとトイレが違うところになってとか、なんか全部でかい、うん、だって誰かがお風呂入ってるとトイレ入れないし、うん、でなんか嫌だよね、なんかそのトイレの匂い、うん、っていうかトイレとお風呂が一緒の空間っていうのが、まあ、日本で慣れてるから、うん、あんましなんかまだ慣れない、いや一緒になれないんじゃない、なんか昔ほらそれが普通だと思ってたけどさ、うん、日本に住んで日本のあれお風呂とか、うん、トイレ別とかお風呂の感じになれて、うん、帰ってきたらなんかアメリカちょっとな足りないなと思った、うん、なんかね、そうだね、なんか慣れないな、あとお風呂に毎日ちゃんと浸かりたい、うん、ね、でも今のところさ、まあ、浅いからなんかこうやって体を横にしなきゃ肩まで入んないだよね、半身浴にはここをなこう、そうね、そうで、なんか半身浴にはちょうどいいんだよね、普通にこうやって座ると半身浴したくないから、そう、肩まで疲れたいので、ね、寒いからこの時期、うん、なんか日本の時さ、なんかパートたまにしか入ってなかったじゃん、お風呂、うん、今だったら毎日入りたいのにって、そうだね、でも昔さ、あの狭いさ、でも狭かったけど深かったじゃん、いやでもよく、あれでもいいからなんかね、でも二人で入ったよね、ね、たまにでももう身動き取れなかったじゃん狭い狭い、でも楽しいって言って、うん、それできない、ここはできない、うん、浅くて、うん、ね、次はと彼氏が仕事人間で2週間に一度会えたらいい方で連絡もほぼなくて寂しいです、仕事が忙しい人に寂しいとも言えず一人で辛いです、言ったら迷惑に感じるでしょうか、だそうです、でも言った方がいいと思うんだよ、なんかその思ってること感じてることを伝えないとダメなんじゃないかなと思うんだよね、うん、まあ言わないイコールね、この質問してくれた人は結局我慢してるってことだもんね、 それがなくならないよね、うん、多分なくならないから、その気持ちがね、うん、だから言わないと自分に悪いんじゃないかなと思う、うんうん、自分もさ、そういうの言えなかったじゃん、うん、日本にいた時、ね、なんか寂しいとか辛いとか、うん、なんかそういうことをブレンに言えなかったね、昔は、うん、なんか思ってることを、うん、でもなんかブレンがなんか寂しい、好きとか特に、うん、をなんか言ってくれたから、あ、なんか学んだなんか言葉にしなきゃ伝わらないかなって、うん、まあ、じゃなくてね、なんかどんどんそういう気持ち我慢して、うん、でどん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 なんか溜まっていって、で爆発するじゃん、うん、いつかは、だから、うんうん、だからまあいろんな気持ちは伝えた方がいいのかな、伝えた方がいいと、うん、話し合った方がいいと思う、うん、ね、質問でも相談でもないんですが、お二人の動画大好きです、これから応援してます、ありがとうございます、ありがとうございます嬉しい ね、他の質問がたくさんありますが、うん、とても長い動画になるので、そう、ね、とりあえずここら辺で終わりにします、うん、はい、はい、では質問してくれた皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、あのまたあの質問をなんかインスタグラムとかツイッターとかなんか SNS の方で募集したいと思うので、ぜひあの私たちの SNS フォローしてくれると嬉しいです、はい、で次のこんばんはは来週になるっていう約束はできないと思いますそうね、それは言っといた方がいいと思う、でも来週は本当はあの2人のね、あの結婚記念日のためにちょっと旅行行くじゃん、そうね、その様子を動画で撮ると思うので、うん、楽しみにしてほしいね、うん、
じゃあもしこの動画面白いと思ったら高評価の方とチャンネル登録の方お願いします。はい、あとはコメントと、あと概要欄の SNS、 ブログ、グッズ、あと私たちの郵便先もあるのでチェックしてください。はい、では皆さん、いい夢を。おやすみなさい。